まだいるのか。まあ、まだいます。まだいる。まだいますよ。そう。まるで、この、先週だけのお楽しみかと思いきや、じわじわとなんか、何かのフラグが立ってる。いろんなものを追い落として出世はしていくもんですわ。わかんないけどね、あのなんか適宜みんないろいろ交代しながら、うん、あの休息を取ってるっていう感じがしなくもないんですが、タバコが吸いたくなったら僕はいなくなるっていう、ね、なるほど。参りましょう。2ヶ月なんかはい、コラムに、はい、ゲストで出ていただいて、はい、その後僕の方に結構ね、はい、手紙等々で届いてるんですけど、はい、手前味噌チョコケーキかわからないと、近鉄パステルも売ってないと、そうみたいな、ね、手紙味噌チョコケーキは一体どこで買えるのかっていう話になって、君があれだけ振っといて、はい、手前味噌チョコケーキなのか手前味噌なチョコケーキなのかっていう、まあ、分かった、手前味噌なチョコケーキだということまでは分かったよ。はい、だから味噌ってそこ味噌じゃつけない方がいいんじゃねえかって変に誤解されるから味噌つけない方がいいと思うよと思うけれど、はい、手前味噌チョコケーキというのが美味しいのね。そうなんです、だからすごく美味しいんですあれ、まあ、いろんな B 級グルメ名古屋グルメというのはあるけれども、はい、来るなら手前味噌チョコケーキ食べなさいよっていう、はい、とこだったんですけど。そうなんです、うん、あれどうしたの。はい、なんか東海市に行かないと食べれないの。そうです、なかなかないなと思って僕もあの後調べたんですけれども、うん、僕が知ってた頃はパステにあったんですね、近鉄パステに、うんうん、でその後にセントレアに移動して、おお、はい、あ、じゃあセントレアに行けばあるんだ。そう、どんどんその名古屋離れてんだね。まだ東海市にあったものがさらに常南の方まで、はい、でおっとセントレアか、ついにグローバル化したのかなっていうふうに思ったんですけれども、うん、先日母親から連絡が来まして、うん、潰れたよ。あ、そうなんだ。そうなんです。潰れてしまったようなんです。お亡くなりになったか。そうなんですよ、お亡くなりになってしまいました。残念です、ね、そんだけでもパッセに出て、はい、でセントレアでしょ。はい、そんな亡くなるような流れじゃないよね。そうなんですよね、確か手を広げすぎたのかもしれないね。そうですね、工場これいけるぞっていう工場広くなってましたからね。あ、そうだった。はい、そうか、ちょっと手広げすぎたか。そうですね、夢を見すぎたか。そうみたいですね。手前味噌と言いつつも実はそんな手前味噌だと思ってなかったんだ。そうなんです、これはもう全国行けるぞって思っちゃったんだな。そうですね、すごい残念ですけど、東海市にいればまだ続いてたかもしれないです。本当そうですよ、だってテレビ局とか結構来てましたからね。まあ一時のブームに乗っちゃいかんってことですよ、うん、そうです ね, ね, そ, うですね。それはきちんと学んでおきましょう。はい、そうか、じゃあなんか代わりのもの言っとかなきゃダメですね。そうですね、代わりのものっていうと、うん、まあ、名古屋駅に、うん、ちょっと前に実は東京の青山にもできたらしいんですけど、うん、じゃあ東京の青山でいいじゃん。できたらしいんですけれども、うん、だちょっと前まで本当に東京にもなかったのであれなんですけど、うん、生ドーナツっていう、おう、はい、揚げてないドーナツ。揚げてないんです。揚げてないの。揚げてないんです。ぐっちゃっとしてる。なんていうんですかね、なんかこうプリンみたいな感じなんですけど、うん、本当に、あ、僕それなんか知ってるような気がする。知ってますか。なんか聞いたことあるような気がする。結構つるっといける感じのドーナツなんですか。あ、なんかさ、こんな、なんかに、普通にドーナツだって、そんな、なんか容器みたいなのに入ってる。容器に入ってるんですか。あ、分かった。いっぺんいただいたことあります。あ、そうですか、うん、あれは美味しいですよ。あ、ほんと。はい、そっかそうです。名古屋に行くといつも行列ができてる。なんかね、誰かに食われた覚えがある、それ。誰に食べられたんですか。ケータリングのとこに置いといたら。もらったもの置いといたら。なくなってたんで。マジですか。うん、得てして多いんだよ。先日も名古屋ん、僕久しぶり名古屋ん食べたいなってことで、ツイッターでつぶやいたのがあったから、先日の式典にも名古屋んで、もう箱に入れましたね。で、僕、まあ確かに僕2個ぐらい食べたんだけど、さあ帰ろうと思った瞬間に、全部なくなってた。お前らどんだけ食うんだ。いいけどさ、別に。名古屋ありましたね、うん、何気に帝国公務員とかスタッフ関係でさ、
帝都出身者多いわけじゃない。そうですね。そんな珍しくないでしょって。そうですよね。ついついや、でも名古屋って手行くんだよね。そうですね、僕もつい、うん、ついてが、まあ、だって未だに名古屋にちょっといたりするときにさ、うん、コンビニのレジの横に置いてあったりするじゃん。ついつい1個買っちゃうもん。そうですね、確かに。まあ名古屋って言えば、ね、あとはあ、じゃあ、あの生ドーナツっていうのはあれ名古屋のものだ。名古屋のものなのかな、ちょっとわかんないですけど、でも名古屋で見つけたときには、うん、確か福岡と名古屋しかなかったものなんですよ。君が単に名古屋で見つけただけかもかもしれないですね。えらい情報言ってんなっていう。まず名古屋の代表かのようにでも福岡か名古屋だ、どっちかなんだ。じゃあそうですね、名古屋が発祥かもしれない、福岡発祥かもしれないかもしれないですけど、そこにしかなかった、うん、はい、順番的に言うと福岡、名古屋、東京が来てる気がする順番で大体名古屋から帰って、まず大阪とか東京とか行かない。そうですね、そっから福岡に飛ぶのっておかしくない。確かに。だったら福岡から名古屋っていうのを考えやすい気はするけど、まあいいや。あ、まあでも美味しいですよ、うん、とろけたもの好きだね。そうですね、基本的にパステルのプリントいい。ああ、パステルのプリント、そうですね、なんかその名古屋飯ってとろけていうね。とろけてるんですかね、そのドーナツにしても。じゃあとりあえずそのドーナツを食べろと。そうですね、うん、はい、ぜひ、うん、美味しいんで。じゃあとりあえずそれをおすすめ、はい、まあ、青山でも買えるそうですよ。買えるかもしれないですね。それだけでいいですか。あとはそうですね、まあ名古屋といえば万角のゆかり。ああ万角のゆかり、これ名古屋じゃないですか。まあそういうのは今なるべく、そうだね、なるべく潰れないもの言っとかないとな。そうです、こうなったら。もう老舗の、まあ、潰れんだろ、万角のゆかりだけ。そうです、万角のゆかりだけ。あれはね、あれ美味しいですよ。なんかあれ何気になくなるよね。そうですね、あれも差し入れとかじゃなくて、本当に一瞬でなくなっていくなっていう。美味しい、あの美味しいですから、はい、食べてみてください。はい、お会いだけですけど、楠本修正と黒助こと黒崎蓮でした。どうもありがとうございました。また明日お会いいたしましょう。バイバイ。